incarnation of the Luminary. Know this. The Luminary is the root of all evil and will bring naught but misery to our realm. A hero will surely arise to take the sword in hand once more. どうも、ゲームデザイナーの堀裕二です。1986年に日本で第一作目となるドローンクエストというロールペイングゲームを発売して今年で34周年を迎えました。今回シリーズ本編最新作のドローンクエスト 11S が Xbox プラットフォームで発売され、さらにゲームパスにも登場します。なんと Xbox にドローンクエストが初登場ということで、僕も大変嬉しく思います。今日は皆さんにドローンクエスト 11S の魅力を紹介していきたいと思います。ドローンクエストでは自分自身が主人公になって魅力あふれる仲間と共に世界を救う壮大な冒険の旅に出ます。冒険の舞台はドテゼタシアという様々な地形がある広大な世界です。街は武器を買ったりクエストを受けたりできる冒険の拠点です。重要な話も聞けるでしょう。モンスターとのバトルでは戦士や魔法使い、盗賊、武闘家などキャラクターの特性を生かした戦術で戦います。出現するモンスターも可愛いものから恐ろしいものまで多くのモンスターがいます。今戦闘しているスライムは1作目から登場している人気者なんですよ。その他にも昔懐かしい 2D モードや過去のシリーズの作品の世界を体験できるサブクエストなどのやり込み要素も満載です。いよいよ Xbox プラットフォームに登場する日本の RPG の王道ドローンクエスト 11S をお楽しみください。発売は2020年12月4日です。それではまた。